ヤガチャガチャンネルは。ヤガミハヤテのヤガヤガヤシネラジオ。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけで、ヤガミことヤガミハヤテでございます。というわけでございまして、11月2日の水曜日午後10時となりました。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。はい、あのですね、あの先週の生配信、毎回私ヤガミハヤテのヤガチャガチャンネルっていうのやってるんですけど、そこでですね、ちょっとだけ今ちょっとだけ音上げたんですけど、そこでちょっとお話をしたんですけど、今後ね、顔が映る機会があるときは必ずおめかしをしますって話をしたんですよ。で、ラジオの収録のためにちょっともともとね、クタッとしてた髪の毛にワックスやってって今ここにいるんですけど、大変ね、なんか世の中の YouTuber は多分だけど、撮影前に毎回メイクしたりとかしてるんでしょうねって考えるとね、なんかね、すげーなみんなってめちゃくちゃ思っちゃいましたね。それぐらいね、なんかそれこそラジオとかゲーム実況とかね、別にマイクあってゲーム撮れる環境さえあったら、それでね、もう録画ポチーやってわーやってっていう、もちろんゲーム実況にしてもね、こうやって動画の撮影にしても、その技術とかは必要なので、どういう風に録画するのが一番いいかとかっていうのはちゃんとやってます。それはちゃんとやってるんですけど、にしてもそれに加えて自分のことまでやらなきゃいけない、大変ですよね。なんか世の中にいる配信者みんなすげえわ、お疲れ様ですね。いや、私もね、せっかくその体重も糖尿病っていうきっかけはあれど10キロ以上落ちましたし、そういうところも含めてね、もうちょっと自分自身にもね、ちょっと注意を向けながらやっていこうっていう風に現状を思って、こういうね、取り組みを始めているっていうところがあるんですけど、まあ場合によってはね、何かしら人前に出るようなこともあるかもしれませんし、となった時にね、こういう人間ですよということがある程度そのご提示ができるようにみたいな感じで、始めてるんですけど、心が折れそうです。はいね、大変ですね。頑張っていきましょうね。というわけでございまして、11月に入って初めてのヤガヤガヤしないラジオでございますね。残り2ヶ月で今年も終わりというわけで、皆さんいかがお過ごしですか？焦ってますか？ざまね。というわけでございましてね、そんな感じでね、やっていきたいと思っておりますね。じゃあヤガミは焦ってないのかいって話なんですけど、ヤガミは引っ越しに追われて焦ってます。はい、どうしよう、あと数日後引っ越しなんだけどね。というわけでございまして、そんなヤガミンがお送りする30分、よかったら今週もヤガミンのちょっとした小話に付き合ってあげてください。というわけで今週も本編スタートです。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、今月の築地報告のコーナー。はい、というわけでやってまいりました、今月の築地報告のコーナーでございます。こちらのコーナーはですね、毎月毎月テーマトークを設定し、そのテーマトークに沿った、皆様からお便りを募集するというような流れとなっております。さあ、というわけでございましてですね、11月にこちらどんなね、お題をってやってるんですけど、難しかったお題なのかですね、お手紙が全然ないです。お待ちしてます。はい、というわけでお手紙ですね、読んでいきたいんですが、今月のテーマトークはこちら、このコンビニのこれが好き。はい、というわけでですね、皆様のコンビニ事情を教えてくださいというですね、お便りとなっております。というわけで早速読ませていただきましょう。今週はこのコーナー1つです。というわけでペンネーム、コンビニにいると思わずいらっしゃいませと言いそうになるケセ。あ、これはあれですね、経験があるかもしれないですね。はい、というわけで、ローソンとミップ、ミニストップってカッコで書いてあるね。俺これね、本人に確か一回言ったことがある気がする。ミップっつって。ミップっつらしい。ミニストップは。ローソンが優勝だよね。略語がないからさ、ローソンは絶対正式名称で言われるじゃない？で、セブンイレブンはまあだいたいセブンでしょ？で、ファミリーマートがファミマ。で、ローソン。ミップ。はい、ローソンとミップで店員をしてた経験があるけど、推しコンビニはファミマのケースですよ。ヤガミさん、ヤガチャチャ、やっぱり経験があった、ヤガチャチャというわけでございまして、ファミマのファミチキが好きです。チキンってどのコンビニにもあるんですけど、なぜかケセはファミチキが一番美味しく感じるんですよね。不思議。ケセ、鶏皮が大好きで、特に衣付きの揚げてある鶏皮とか大好物なんですけど、ファミチキの外側がなんかこう、それに近い味を感じる気がしていて、圧倒的に好きなんですよね。うまい。ヤガミさんはコンビニのホットスナックのチキンはどこのが一番好きですか？おー、僅差でセブンかな、セブンの7チキ
がもともとねずっとファミチキが1位だったんですよ。ずっとファミチキが1位でファミリーマートのファミチキが一番美味しいと思ってたんだけど、セブンイレブンがあの7チキやった時に、あ7チキめちゃくちゃうまいなと。ただね、竜田揚げ唐揚げ棒、竜田唐揚げ棒っていうのかな、もうセブンイレブンにあるんですけど、唐揚げ棒もセブンが一番好きですね。あのやっぱセブンイレブンはね、あの高水準叩き出してくるなーっていうのを個人的にはあのめちゃくちゃ感じさせられます。だからそういう理由もあってね、基本的にはかなりセブンイレブンがあの上位で好きなんですけど、でもねホットスナックのコーナーで一番うまいのは、あのこんなこと言ってしまうとお手紙が減るかもしれないんだけど、セブンイレブンの店舗で揚げてるカレーパン、あれめちゃくちゃうまいっすね。あれはビビるわ本当に。なんかまずカレーパンとしてうまい、純粋に。でなおかつだけど中のカレーも美味しくて、外の衣も基本的に店舗で揚げてるからカリカリのことが多いでしょ。あれはねよくコンビニであの味が出たなと感心すらしちゃってますね、個人的には。それぐらいにはね感動に足りるぐらい私はちょっとびっくりしました。やっぱねあのセブンイレブンはすごいね。ただね個人的に思うのが、なんかこれそのお手紙何通分かをなんか消化するような話になっちゃうんだけど、あえて使わせてもらうか、ミップね、ミニストップ、ミニストップも外せない。ただねミニストップね、一個だけちょっとね俺は苦言を呈したいんだけど、全国がそうか知らないんだよ。俺の近所のミニストップがそうってだけなんだけど、だし引っ越すからもう近所とか行っちゃっていいんだけど、俺の近所のミニストップがホットスナックコーナーがあるじゃない。で何ちょっと温かいところの棚にさホットスナックが入ってるじゃない。でミニストップってそもそもだけど、あそこから温めて出すんじゃなくて、もう一回なんか中持ってって温めてくれて出してくれるんだけど、ミニストップってホットスナックの量もフルーツとかってデザートの量も多いじゃない。でうちの近所のミニストップ、そのホットスナックの大きい中にオレンジのさやつ入ってて、ちょっと温かさがキープされてるところの手前の普通に棚のところに袋に入れるような状態、よくあるファミチキとかのさ真ん中のところからシャッター開けたらさ切り取り線みたいなの入ってて開けるやつあんじゃん、あんな感じの袋にタージーパイとかそういうのが入った状態で並んでるの、並んでるんだけど、なんかホットスナックコーナーってあそこで温めてもらってるから美味しそうに見えるであって、その手前のところでまあもちろんその封もしてあるし紙袋にも入ってるんだけど、野ざらしになっちゃってるからなんか美味しそうに見えなくて注文ができないっていう個人的な悩みがあって、だからちゃんとねミニストップはお店の規模にもよるけど、ホットスナックのコーナーの入れるやつ、大きいやつ用意した方がいいと思う、個人的に。その方が美味しそうに見えると俺は思うんだけど、ミニストップさんどうなんですかね。でもねミニストップはね、なんだっけなんかちっちゃいたこ焼き揚げてるやつとか、ホットスナックのねもそうだし、あとなんだっけホットドッグみてえなさ、ハットクじゃなくてなんかみたいなやつがミニストップにあるんだけど、とか普通にホットスナックのクオリティは高いと思う。でちなみに焼き鳥が一番高かったのはサンクスだけど、サンクスファミマだっけと合体してからなんかサンクスにあった良さが死んだなと個人的には思ってますね。コンビニは本当によく利用するので、結局なんていうの生活リズムが狂ってるんですよ、人として。なのでなんか結局なんていうのかな、お腹空いたなちょっと買い出し行くかが夜中の3時だったりすることが多いので、そうなっちゃうと原則としてなんだろう、スーパーとかだと空いてないんですよね、うちの周りだと。でちょっと車で6キロぐらい走ったらトライアルっていう24時間空いてあるところがあるんだけど、トライアルまで行くのはダリーなって思っちゃうので、結局そうなるかっていうと、トライアル行く途中にコンビニなんか15店舗ぐらいありますから、一番家から近いコンビニ行ってみたいな感じになっちゃうわけですよ。なのでね、そこら辺がちょっと難しいところではあるんですけど、めちゃくちゃコンビニ行くので、やっぱねコンビニ行くたんびに思うけどね、ありがたいですね。
ただあれじゃないですか、あのミニストップとかで言うと夜中だとね、あの一部のマシンの清掃が入ってるから後ろにあるメニューは頼めないとか、まあそういうね縛りもあるので、あのもちろんながら行ける時間とかそういうのも考えなくてはいけないんですけど、コンビニはね私にとってはないとありえないようなものですね。でそのままフリートーク続けるんですけど、フリートーク続けちゃうんですけど、とはいえ思うのは、三が日はコンビニ開かなくていいよなとは年々思ってます。なんかやっぱりだけどさ、なんか俺昔ねそういう経験があったから言えるんだけどさ、例えばコンビニの深夜バイトとかと違ってさ、年末年始の場合って結局日中もいなきゃいけないし、夜中も行けなきゃいけないし、であれだよね、大晦日から元旦のバイトなんかさ、12月31日から1月1日をコンビニで迎えるわけじゃないってなってくると、時給って上がると思うけど、あの俺が知ってる限りで言うと最大で上がってたのを見たのが100円、うん、だから要は年末年始時給みたいな感じで100円っての見たんだけど、逆に言うとそれ以上あんまり見たことがなくて、なんかまあもちろんね年末年始全くやることないから働かせろっていう、でなおかつだけど人もあんまり来ねえから働きてんだっていう人もいるかもしれないから、あのあくまで俺の視点というか、あくまで一個人の意見でしかないっていう風に思っていただいて構わないのだけれども、だけどさ、ちょっとなんか年末年始のコンビニバイトかわいそうだなーって思っちゃう。なんか正月ぐらい休んでりゃいいのにっていう風に思ってしまって、なんかあの少しずつ日本も変わってきたけどさ、あのカスハラなんて言葉が生まれてね、来てね、あの少しずつ変わってきてはいるけど、なんかもうちょっとお客様のことをあがめ立てまつらなきゃいけないっていうのからはね卒業していい気がするんですけどね。だってそもそもだけど俺らはその入ってそのサービスの対価のものを支払ってる以上、あのウィンウィンというか対等の関係なので、要は店員さんがいなかったら商品買えないわけだしっていうところでいくと、俺らはお客様としての立場っていうのは別に偉いわけではなくて、まあもちろんね、あの店舗とかね、そこのフランチャイズの上側からしたら、あの一人でも多くの客入れて儲けろよっていう話にはなるのかもしれないけど、でも少なからずね、そこでバイトとかで働いてる店員さんにほらいるじゃない、マウント取るタイプの人ね、俺はね決めてるのよ、店員がマウント取ってきたらマウント取り返すってのは決めてるの、あのイライラするから、なんかそれこそなんかすげえ頬杖つきながらとか、なんかすげえやる気なさそうにやられてたら、すいません箸つけてほしいんですけどとかっていうのはちょっとこっちも高圧的になってしまう、おこちゃまな感じなんですけど、でも基本的にはね、あすいませんありがとうございますみたいな感じなわけですよね。でそうやって考えたりした時にね、なんかもうちょっとそこら辺対等にやれたらいいのになとはめちゃくちゃ思うわけで、そう考えるとね店員さんもね、あの普通に三が日ぐらいはなんか休んだりしていいんじゃないのかなとか思うんですけど、なかなかこの今の社会というか日本が許さないじゃないですかね。だって1月1日にさ、また今回も福袋のどうたらこうたらが始まりましたって言ってるけど、福袋争奪戦が始まりましたの前に1月1日から働いてる人がいるから福袋争奪戦が始まるって考えると、なんか本当に大変だよね。なんかいつ休むのみたいな。で日本人ってすごい働きすぎな気がするの。俺も自分で言ってて、何にもあのブーメランすげえ返ってきてんだけど、でもなんかそんな頑張らないでさ、なんかもうちょっと肩の力抜きながらでいいんじゃないかなとか思ったりするんだけど、なんかダメなんだよね、よくわかんないけどね。本当にね、あの聞いていただいてる皆さんもそうですけど、あのご自愛くださいね。なんか私がそうだったけどさ、結局なんか好きに勝って食ったりとか生きてていいんだなと思ったら糖尿病になったし、あの間違いなくなんて言うんでしょう、その生命点というかライフポイントの前借りをしてたわけですよね。だからそれで暴飲暴食で好きなように食べてたりとかしてたら、結果としては糖尿病になっちゃった。だからこれはあれなんですよね、多分ですけど生涯で摂取できるカロリーとか糖質っていうのを多めに取っちゃってるんですよね。まあもちろん遺伝とかっていうのは脂肪糖尿病なんで、あの遺伝で発症しやすかったとかはあるかもしれないですけど、でもやっぱり自己管理の上の元から全部発生すると思うんですよ。でそうやって考えるとね、それこそ私がやってるこの何でしょう、趣味、配信という趣味なんかはリスナーさんいなくなったら終わりですから、聞いてくれてる人がいて、私がいて初めて成り立つ。だから前から言ってるんですけど、共同作業なんですよ本当に。皆さんが要は私が配信者というか、例えばこのラジオで言うと DJ ごっこをして、みんながリスナーさんごっこしてくれてるから成立してるっていう番組なんですよね。なんで本当にね、八神のことを知っているリスナーさんはね、地球上から一人もいなくなってほしくないので、あの皆さんもねご自愛くださいね。で、あのコンビニの飯ばっかり食ってるとね、あのいつかあの体調悪くなりますので、あのこんだけコンビニトークしようじゃなんですけど、たまには自炊したり、サラダとか食べていただいたりとか、なんでしょう、ある程度ねバランスのとった
ね、お食事をね、心がけていただきたいななんていう風に思ったりしているところでございます。ぜひともね、そこら辺も皆さんお気をつけくださいね。というわけでね、なんかめっちゃコンビニの話してしまったので、お便りが送りづらくなってしまってるかもしれないことはちょっと重々承知の上ではあるんですが、皆様のね、おすすめのコンビニと、そのコンビニをおすすめする理由というところですね、まだまだ募集しておりますので、概要欄のフォームからですね、ぜひとも皆様が、推してるコンビニ、そしてコンビニフードだったりサービスを教えていただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、以上今月の築地報告のコーナーでございました。続いてもまだまだ続きますので、何卒よろしくお願いします。あー、動画が撮れてない、投稿者コメントが貼られてない、サムネイルが間違ってる、あー終わらない、ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、ふつおたフリートーク近況報告のコーナー。はい、というわけで、ふつおたフリートーク近況のコーナーです。こちらのコーナーはですね、テーマトークに縛られることなく皆様のお便り読んでいきたいと思っております。というわけで、こちらもですね、ケセがいなかったら始まらなかった、というわけで読んでいきましょう。ペンネームふわふわのケセからいただきました。ヤガミさん、ヤガチャッチャー、ケセですよ、いあいえ、ヤガチャッチャー、ヤガミですよ、いそういえばこの間ケセとツルを間違えてましたね。あー、失礼しました、失礼しました。ケセとツルはよく似てるって言われるけど、とっても仲がいいだけで全く別の答えなんですよ。ほら、ケセはふわふわな綿毛だし、ツルはツルだしね、形状は全然違う、でもなんだかよく似てるって言われるけどね。形状というか見た目の話なんですけど、どうやらケセ優しそうに、優しそうな人に見えるらしくて、会社でめちゃくちゃ優しい人の筆頭みたいな扱いを受けています。普段何かをしたつもりはないんですが、むしろ何もしない、基本怒らないからそう見えるところもあるのかなと思ったり、ラジバンダリね、これね、このラジバンダリのネタはおそらくですけど、ドラゴンクエストの動画見ていただけるとね、わかると思いますね。そんなつもりはなくて、いつの間にかついてるイメージって不思議だなと思いますね。ケセとツルが似てるとかね。ヤガミさんはそんなつもりなかったのに、いつの間にかみたいなお話ありますか？ある。ありますね。例えば一番わかりやすいところで言うと、忙しそうで連絡がつかない人と思われがちです。はい。基本的には返してます。はい。というか普通に返す側ですし、ちょろい側です。じゃあなんでそんなことが起きるかっていうと、多分ですけど忙しそうに見えるんですよね。で、まあ、ラジオぐらいだったら喋っちゃいましょうか。実際問題、忙しくは見せてます。はい。これに関しては、なんでしょう。ある程度、そこの、なんていうんですかね、連絡を取るところっていうところに関しては、気軽に連絡はしてほしいものの、気軽に連絡されすぎても困るので、ある程度のバランス感っていうのはブランディングしているっていうところがあるんですが、これで言うと、今お話ししているっていうのは、私がそう見せてる部分。だから、つけようとしてるイメージとついてるイメージが一緒のパターンですね。次に、私がよくなりがちなのは、めちゃくちゃ怖い人だと思われてます、いろんな現場で。はい。で、これは何でかっていうと、それもまたブランディングの一種ではあるんですけど、なんて言うんですかね、やっぱり仕事とかしている中で気を引き締めなきゃいけない瞬間とか、ちゃんとやらなきゃいけない瞬間っていうのがあるんですけど、そこって仲良しさんだけでやってるとなんなんになってしまうと私は思ってるんですね。なので、ある程度しっかりと、そこには縦に線を引いてあげるところも必要で、で、まあ言ってしまうと厳しめの人間に見えるように見えるからこそ、例えば褒められた時とかに、あの人に褒められたっていう風に思っていただきたいとかっていうところがあったりするので、現場ごとに結構仮面を付け外ししてます。で、その仮面を付け外ししているという中で言うと、まあやっぱりですけど、怖いっていう、でも怖いじゃなくて本当はあれなんですよ、オンオフがしっかりしてる人ぐらいの自分の中では認識なんですけど、やっぱりキレさせたらダメな人みたいな印象がついてるなーって思うこととか多かったりとか、なんでしょうね、あとは優しそうな人っていうのもよく言われるんですけど、だからこそ一回雷落とした時のショックがすごいです、周りのみんなの。なんか、なんでしょうね、マジで非常災害、だから災害を見たみたいな感じの顔をされるとか、連絡が来ることがちょっと多かったりもしますね。まあでも、まあそこら辺はなんか、それはそれ、これはこれぐらいのつもりで自分の中ではある程度捉えてはいるものの、やっぱりイメージのコントロールって難しいですよね。特にですけど、よく話さないね。その例えば近ければ近いほど、だから例えば私の場合なんかで言うと、例えばビタタロとかトモさんとか、そこら辺のまあイキリメガネのメンツなんかは、多分私のことめちゃくちゃ理解してるんですよ。っていうのが、結局ね、付き合い自体もだって、そうね、両者とも10年近いし、で、なおかつ、毎週収録っていうところで言うと、毎週話したりもするから、
だからめちゃくちゃ接点が多いんですよね。で、接点が多いってことは、なんか俺の強いところも知ってるし、俺の弱いところも知ってるし、だからダチの中でも随分俺のことの理解度が高い二人だなとか思ったりするんですけど、そうじゃない人って動画とかそういうところから見るじゃないですか、俺のことを。だからその中で言うと、一部の側面を見ていただいた上で、その一部の側面が矢上ハヤテだと思ってしまうっていうところの性質は絶対にあるんですね。で、どっちかというと、なんか判定するんだったら金曜日のヤガチャガチャンネルの方を見てほしいなと思うんですよ。あっちの方が等身大の自分だからね。それこそゲーム実況撮るときなんかはね、一番最初チャンネル録画ボタン回して、で咳払いして、はいどうも皆さん、ヤガチャチャヤガミンことヤガミハヤテでございます。というわけでございまして、今回はバイオハザード8ビレッジの DLC コンテンツがついに発売されたということで、こちらの方はプレイしていきたいと思いますみたいなこと言うじゃないね。だからこのイメージがどん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 一人歩きしていくんだよね。だけどこのやがないラジオもそうだし、やがちゃがチャンネル金曜日のだから水金の10時にはどちらかというと等身大の俺が現れるんですよ。なんだけど、こっちってちょっとパーソナルコンテンツなんですよね。それこそこのラジオだってそうですよ。このラジオね、聞いてくれてる人、本当にね、毎回毎回ね、じわりじわりと再生数上がってんのね。今で言うと。超嬉しいんだけど、少しずつ少しずつ、その再生数自体が伸びてきていて、もともとはね、20何歩とかが当たり前だったのが、今40から50ぐらい。回るようになったので、おそらくわかんないです、俺の喋り方が好きでいてくれてるとか、声が好きでいてくれてるとか、俺のことを好きでいてくれてるとか、ただの暇つぶしとか、いろんな理由はあると思うんですけど、でもこっちの方がパーソナルコンテンツなんで難易度が高いんですよ。要は別にこのラジオ聞いてたらバイオハザードの話してくれるわけじゃないし、クロックタワーの話してくれるわけでもないじゃないですか。まあ詰まるところ何の話もしてないんですよ。俺の話してるだけなんですよね。だからめちゃくちゃこのコンテンツってパーソナルコンテンツなんです。個人のコンテンツなんですね。でその個人のコンテンツって聞いてもらえないから、なかなかそうなってしまうと、結局その表面というか、まあ言ってしまうとゲーム実況っていうのはゲームという土台が間違いなくあるので、まあ正直今まで動画的にはその2500から3000本近く上げてて、ゲームのこと蔑んでる動画って限りなく少ないんですよ。この前で言うとバイオハザードリバースの実況プレイ動画を先週の土曜日に上げた時なんかは、正直言ってつまんないっていう話をしました。まあでもそうですね、好きなタイトルだったので、もちろんながら見たいし評価したいしっていう上で、私は正確につまらないと思ったのでつまらないっていうのをね、まあちょっとできる限り動画寄りになるように、最後のところでマイルドになるようにね、バンカラシーで待ってるぜって言った瞬間にね、マンメンミって聞こえるみたいな、そういう感じのことをやりながらみたいな対応にはしましたけど、でも基本的にはやっぱりゲーム実況っていうのは、例えばバイオハザード8、例えば8ビレッジとかだとしたら、やっぱりその8ビレッジっていう土台をお借りしてるので、その足元を汚すわけにはいかないんですよ。でもこのヤガヤガヤしてないラジオとかヤガチャガチャンネルっていうのはあくまで俺のステージなので、そのあんまり気遣わずに何か他のものに配慮することなく喋ることができるっていうところで言うと、本当はこっちを見ていただいて、あ、ヤガミってこういう人間なんだろうなっていう風に思っていただく、イメージを持っていただくっていうのが一番嬉しいんですけど、なかなか叶わないですね。なのでいろんな意見があるんじゃないですかね。矢上さんってこういう人だと思う、ああいう人だと思う、ああいう人だと思うみたいなのが結構いろいろとまばらにもしかしたらあるんじゃないかな、なんていうふうに個人的には思ったりしています。まあね、ただどの印象を与えたとしても、矢上さんは矢上さんであることには特には変わりはないので、まあ、そこに関してはあんまり気にしないという言葉が合ってるかわからないですけど、どういう矢上さんであったにせよ、皆さんに楽しんでいただけたらいいなぐらいの気持ちで、毎回毎回やらせてはいただいているんですが、やっぱりね、なんかみんなにこう思ってほしいなっていうのは難しいなと思います。そのコントロールっていうのはだし、実際問題できないと思います。なんでかっていうと、例えばですけどね、ゲームやっててここのアクションはあんまり難しくないと思うんですけどなんて言った時に、もしかしたらですけどブチギレてるリスナーさんもいるかもしれないんですよ。俺ここできなかったぞみたいな。ワンダと巨像ってゲームがあるんだけどね、ワンダと巨像の1体目倒してる動画のところで、ここはチュートリアルなんで全然簡単だと思うんですけどとか言ったら、実はワンダと巨像の1話目もクリアができてない人がいてね、なんだよこいつ上から目線じゃねえかって見る人もいるだろうし、そう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 1体目はねっていう風に思ってくれる人もいるかもしれないしって、ここってやっぱり千差万別なんですよね。だからいろんな人がいるので、そのいろんな人のイメージっていうものが適合する方がむしろ奇跡的
だってあれじゃないですか、なんかその一つの言葉に対してもそれこそいろんなリアクションがあって、中にはなんか普通のコミュニケーションのつもりで喋ってたのにあいつマウント取ってくるから嫌いなんだよねとか言われたりするパターンもあったりするぐらいには、人間関係って難しいし、人と人のつながりって難しいしっていうところが本当にあると思うんですよ。だそういうところで言うとね、あのそれこそこのねケセに関してもだけどね、あの優しい人って思われてるみたいみたいな話があったと思うんだけど、まあなんかあれだよね、いいんじゃない、だって少なからず一個言えることはポジティブじゃん。だからポジティブな印象が与えられてたらどれでもいいんじゃないかなと思ってる。で実際問題が優しいか優しくないかとか、あのそこら辺っていうのは付き合いで発覚していくものだし、だからなんだろう、相手が印象を持ってること自体はどうでもいいし、それが自分と剥離してたとしてもまずはどうでもいいのよ。なぜかというとその表面しか見てないで評価したものの形だから。だけどそこがね、いきなりあいつ仕事できなさそうとか、なんだろう、要は例えばだけど恋愛がなんかもたつきそうとか、そういうようなネガティブな印象を抱かれてる方が何倍も何倍も苦しいはずなので、まあ、そういう風に考えるとね、あの別になんだろう、全然悪いことではないんじゃないかななんて思いますし、もう一個あえて言うんだったら、人の期待に応えなくていいと思いますね。例えば優しい人だと思われてるから私は優しくしなければならない、そんなことは全然ないし、例えば俺だってね、よく言われるのは強靭なメンタルみたいなことよく言われるんですよ。実際まだ1年何毎日投稿だってね、もう年単位で続けてますし、でなおかつ辞めてもないですしとかやってると、本当に矢神のなんかその精神力はすごいわみたいなこと言われるんですけど、俺も弱いもん、はっきり言って。別に全然強くない。仕事で嫌なことあったりだとかした時は明らかに沈んでるし、明らかにテンション下がってるしってこともいくらでもあるし、あとは実況動画撮っててもなんか面白くいかなかったなとか思うとすっごいやっぱり不機嫌になったりするし、別に俺も普通なんですよ。むしろなんだろう、普通よりちょっと精神的な HP 低いんじゃないかな、個人的に思ってるところとしてはぐらいに認識してるんですけど、でもなんていうのかな、みんながねヤガミンはすごい強い人って思ってるから、じゃあみんなの目の前では強くいなきゃいけないんだみたいなことやっちゃうと背伸びに疲れて絶対に病んじゃうんですよ。でするとね、どん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 良くない方向にしか影響を及ぼないと私は思っているので、なんかそんなね、人からどんな評価を向けられたとしても、人からこういう評価向けられたからこういう風に頑張ろうとかするのではなくて、あくまでねご自身のままでいていいと思います。それで少しずつ少しずつ周りのみんなに本当はこういうやつだったんだっていう風に認識してもらうっていうのが一番大事なんじゃないかなと個人的には思ったりします。なのでね、それこそね、優しそうとかだとね、これそれこそ他人のコミュニケーションに関わる印象なので、確かにちょっと難しいところとかあるかもしれないですけど、まあでもね、変な話ブランディングって利用もできるから、優しいように思われてるかもしれないから困ってるあの人の相談に乗ってあげられるかも、他の人よりも優しそうと思われてるからこそ私がどうしたかの大丈夫って言ったら話聞いてもらえるかもとか、そういう風に自分と会ってようが会ってまいが周りの人の評価って巡り巡って聞こえてきたりするので、その巡り巡ってきた評価をうまく聞き入れて、どうやって利用できるかっていう風に進展するみたいな感じで全然いいんじゃないかなと個人的には思いますね。それぐらいです。だってイメージはイメージでしかないですから、結局ねお話ししてたらね、最終的にねケセってなんか優しそうだよねからケセって優しいよねに変わるかもしれないし、ケセってなんか丸々だよねみたいな新しい印象っていうのが出るかもしれませんが、それはイメージではなくて事実に変わっていくわけですよね。要はイメージで語らなきゃいけないっていうのは事実にたどり着いてないからイメージで語らなきゃいけないってことは、もしも仲良くなったらそのイメージすらいらなくなるかもしれないと考えると、どうせだったらそのイメージはポジティブな方がいいんじゃねえですかねみたいなお話に最終的にはなるのかなと思いましたね。八神さんそんなに短気だもんな、怒りっぽいって言われたらそこまでだな。短気ですこんなオチでいいのかなーなんつって、はい、エンディングのお時間でございます。というわけでこちらの番組では皆様からのお便り募集しております。こちらですね、各プラットフォーム概要欄にございますお便りフォームのところから、お便り飛ぶことができるようになっております。毎週のですね、こちら、毎月のテーマトークの設定でございますが、基本的には20日までなので11月の20日までですね、皆様からのお便り募集しておりますので、こちらですねお気軽に皆さんどしどしとお便りの方を送ってみてくださいというわけでございまして、いやーね、イメージね、なんかな、もうちょっと俺もポジティブなイメージ欲しいね。
ね、なんか矢上さんっていうのはっていうところでね、なんかもっといい評価がもらえたらなとか思ったりするけど、身の丈に合わない評価もらってもしょうがねえんだよな。だから地道にね、みんなに俺ってどんなやつなのかっていうのを一人一人に理解してもらえるように、いろんな角度で動画を投稿して頑張っていくしかねえのかななんていうふうに思った次第でございましたね。それはちょっと大変なことかもしれないけど、でもね、やっぱりこうやって配信っていうことをやっていて、あの皆様に動画を提供している以上、いろんな自分見てもらってちょっとでも喜んでもらったりとかっていうのが一番大事なことかななんていうふうに思ったりしているところでございます。はい、というわけでございましてね、皆さんもね、人からの印象ってね、結構気にしちゃう人いると思います。私も気にする側なんですけど、気にしすぎると何もできなくなりますので、適度に気にするっていうですね、ちょうどいい温度感覚えられるといいんじゃないかななんていうふうに思っているところでございます。なんつってそんな感じでご案内してきましたの、私ヤガミンことヤガミハヤテがご案内しました。というわけでございまして、今週のヤガヤガヤシナイラジオはこの辺で、また来週も、水曜日夜の10時またこの時間にお会いしましょう。というわけでございまして、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。 See you next time, stay tuned. バイバイ、おやすみなさい。